性格って面白いっすね。同じチームに二人も化け物がいるなんて。データで来るならその上を行くまでだね。あんたの目標は兄貴なんだろうけど、俺は上に行くよ。エッド、お前は声楽の柱になる。右足の捻挫は完治したようだな。だがまだそれをかばっているようでは本来の実力は発揮されない。性格強いや。弟が世話に。約束だエイジ。飲むわ。ペナルティ。おーい、いいのいい。大石にペナルティ差し出してやってくれ。また試合しようぜ。アンプ勝率はお互いに 50%。 次に勝つのはレンジ、お前かもしれない。悪いな、15分で終わっちまった。お前なかなか腕を上げたんじゃないか。でもまだまだだな。立花さん、調子悪いんですか？どうですか立花さん、俺もやるときはやるんです。これも立花さんが面倒見てくれたおかげです。大丈夫？お兄ちゃんだらしないな。借りは返させてもらったよ、面白くん。借りは返させてもらったよ、アメオくん。大使、俺を目指してもその先に可能性はないぜ。勝たせてもらいましたよ、戦国さん。悪いな、東方。先輩は僕の憧れなんです。こんないい試合ができて感激です。どうですエジデン君、僕も強くなったでしょ。藤井秀介、君は確かに強い。でも僕には勝てない。俺の最終目標はやっぱり兄貴だ。しかし、つくづく敵に回したくないタイプだな、水木。アッチ、腕がなまってるようだね。帰って特訓だね。なんか、柳沢と試合してもな。なんだ、手塚、腕なまってんじゃねえか。油断？だから負けんだよ、バカ。お前にはいつも驚かされて、まったく。見苦しいぞ、獅子堂。おいおい、何やってんだよ。しっかり頼むぜ。おいおい、しっかり頼むぜ。海上だっけか。悪いな、精神力や執念にゃ限界があんだよ。ふぬけてんじゃねえよ、長太郎。後で気合い入れ直してやるぜ。獅子堂さん、今日は勝たせてもらいましたよ。協定に敗者はいらない、分かっているだろう。ちびすけ、俺はまだ10ゲームはいけるぞ。協定200人の頂点、そう遠くはないってことですか。アトベ部長、ヒクマル印のステップにやられるかと思ったよ。手塚、随分と面白いものを残してくれたじゃないか。いずれにせよ性格たるんどる。自分のプレイスタイルを捨てた者に勝利はない。お前にデータテニスを教えたのは誰だ。